文化系トーク YouTube グランパンパースです。最近 K-POP24 つ中心に K-POP を取り上げさせていただいてまして、友人からですね PV、MV のリアクション動画をやってみてはどうかと勧められました。確かに私が K-POP 関連の動画をいろいろ見させてもらった時にいろんな方々がやってましてね、結構面白いなと思っていました。いろんな人のいろんな反応があってね、だからまあ私もねその初めてのことでありますし、正直そんなに知識とかがなかったりするので本当に初見でやってみます。でちょうどメイクユーハッピー、20のメイクユーハッピーのハングルバージョン、あの韓国語バージョンが出たというところがあって、そちらの方を今から本当に初見で見させてもらおうと思っております。というわけでやってみますね。とりあえずさて行きますかね。パフォーマンスビデオって書いてあるんだよね。コリアンバージョンということで、はい再生。カメラワークが、おお。いや揃ってるな、当たり前だけど。微妙が悪いんだ。でこれ振り付け変わってるっていうか、あそうか、MV じゃないもんな。いやこれ鳥肌が今ちょっと、でおお、あこの音ハメすげえ、音ハメがすごいぞ。うん、ああ、いいねいいね。うん、あでもなんかあれですね、あのコリアンバージョンになったけど、特徴がね日本語バージョンとほぼ変わらないっていうか、なんだろう、結構日本語訳された K-POP の曲って変な感じになっちゃいやすいんだけど、でもこれは日本語が先できてるから、それを韓国語にしても全く三色、おお衣装変わったあいいっすね。なんかこの言い方があれかわかりませんが、アメリカンポップ的な感じだし、まあ日本と韓国だからアメリカンじゃないんだけど、まあでもアメリカ背景なんかもそうですもんね。うん、っていうかこのダンスフォーメーションとかもニジプロ終わってからずっと練習してたわけですもんね。あ、ミンヒ元気そうですね。よかったよかった、うん、やっぱ何やかんや心配してたよ。うん、あなんか追いつかないな、なかなかメンバーのこともここで言いたいんだけど、おウインクウインク、今ウインクしました今ね、いいっすねウインクは、うん、これでいいのかな、リアクション動画ってこれ合ってんの、おー来た来た、ミーヒーセンター、やっぱちょっと反応しちゃうな、どうしてもな、推しなんでね、うんうん、まあそこはミーヒー歌ってるパートだから当たり前っちゃ当たり前なんだけど、腹筋すごいな、うん、いいっすね、こう元気が出る。やっぱあれですよね、いろんな方出てますが TWICE 的な感じですよね。あの TWICE のイメージっていうか JYP、JYPark が好きそうな感じ。こうラップいいっすよね、このラップのところっていうか、っていうかこのラップ今完全にハングルでやってるけど、これめちゃくちゃ大変じゃないかな覚えんの。おーかっけー、リバかっけー、おーかっけーかっけーあーいいっすね。うん、でこのなんだろう、パフォーマンスビデオってことだから、あの MV じゃないんだけど、こう縄跳びダンスね、できないけど、うん、今できないけどな。あなんかでもあれですね、あのミーヒー来るとこうなんていうか、こうなんかいいっすね語彙力ね いやーどうでしたか皆さんいいっすね。あの本当にびっくりしたのが、そのもともと K-POP を結構聞いててね、日本語バージョンと韓国語バージョンだと曲の感じが全然変わっちゃうようなところもあったりするし、例えばあの TWICE のライキーとかも私はあの韓国語バージョンの方が好きだったりとか、あとはその曲調っていうか、あの Eyes One なんかは本当にあの日本語の曲って、あのまあ秋元先生が書いてるせいでクソみたいなあのちょっとあんまり良くない曲になっちゃってるんで、あのコリアンバージョンの方が好きなんですけど、いやなんかねこの NiziU に関しては日本語でもハングルでも、だからこの感じだったら英語でも全然いけるような気がするんで、本当にこれは日本韓国それから他の外国も含めて本当にこのワールドワイドなものになっていける可能性高いですよ。あのねマコーニーがマコが言ってましたけど、本当ワールドワイドな存在になるっていうところで、もう世界に羽ばたくっていうところで、この NiziU だったらいけるんじゃないかなと、またこれ確信しましたね。ぜひぜひ見てください。はい。そして、感想なども聞かせてください。
ってな感じで、はい、では、初めての、パフォーマンス動画じゃなかった、初めての、言葉出てこねえんだが初めてのリアクション動画というのを撮らせてもらいました。はい、よろしかったらじゃあチャンネル登録お願いいたします。これ面白かったんで今後もちょっとリアクション動画やっていきますね。はい、では、この辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく。グランパンパスでした。